トルコでの会場となったイスタンブールコングレスセンタークーデターに抗議する市民第40回世界遺産委員会は2016年7月と10月にトルコのイスタンブールとフランスのパリで開催された世界遺産委員会である当初は7月10日から7月20日にイスタンブールのイスタンブールコングレスセンターでのみ 開催される予定だったが、会期中に勃発したクーデター未遂事件が原因で7月16日の会議は中止され、翌17日の会議でイスタンブールでの会議は終了となった。残る議事は、同年10月24日から26日に、パリのユネスコ本部で開催された会議で取り扱われた。この世界遺産委員会の会場は、文化遺産12件、自然遺産6件、 複合遺産3件の計21件が登録された。結果、世界遺産リスト登録物件の総数は1052件となった。従来世界遺産を保有していなかった国の中では、ミクロネシア連邦とアンティグアバーブーダが保有国の仲間入りをした。委員国は以下の通りである。地域区分はユネスコに従っている。物件名に印がついているものはすでに、 登録されている物件の拡大登録などを示す。太字は、正式登録された物件。英語名とフランス語名は、諮問機関の韓国文書に基づいており、登録時に名称が変更された場合にはその名称を、説明文中で太字で示してある。第40回世界遺産委員会の審議で新規に、世界遺産保有国となったのは、アンティグラバーブーダ、ミクロネシア連邦の2カ国である。 この結果、世界遺産条約を締約している192カ国のうち世界遺産を保有していない国は27カ国となった。なお、審議期間中、イスタンブールなどにおいてトルコ軍の一部によるクーデター未遂事件が発生したことを受け、一部物件の審議が順延される事態となった。登録された資産に対する委員国のコメントも例年の観光に比べると短縮された。 危機にさらされている世界遺産の変更状況は以下の通り、リビアの世界遺産は5件すべてが危機遺産リストに加えられた。以下の通り、名称が変更された。なお、英語名ないし普通語名の片方のみが変更された場合もあり、以下の表では変更のない部分については省略している。また、日本語名では区別しづらい変更もある。 イスタンブールでのクーデター未遂事件により中断した世界遺産委員会が10月24から26日にパリのユネスコ本部で開催。日本では臨時委員会と報じられたがユネスコではコンティニューと称していることからあくまでも第40回世界遺産委員会の再開継続である位置づけ。ありがとうございます。